ありがとうございます。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 今日本日本全体でしっかり組とともに取り組んでいき、そして、被害者のご家族や皆さんのご自身の手で肉親を抱きしめることができるようその日が来るようにですね、全力を尽くしていきたいと思います。確保という言葉が2箇所入っております。総理はこの意味をよく、ぜひこの日を絶対に無にすることなく、ぜひスピーディーに、お願いしたいというのが我々家族の思いでございます。ぜひとも今後ともきっとした心と日本政府が主役になったような形で、進めていただきたいと思います。安倍総理に会われたわけですけども、はい、総理の意気込みみたいなのを感じられましたか？とにかくどんな形であれその生きている姿で帰ってきてほしいと願っているので、それはどの方もそうですけれども、本当にそのためには早くしないと、こちらも向こうもみんなだんだん年を取っていきますのでね、もう何ヶ月とか何とかじゃなくて、本当に一刻も早く姿を現してもらいたいと思っています。さんに移らせていただきます。すいません、まあ、そうだちょっと、はい、総理とのお話、どのようなお話、あるいはもうこれが最後、これ以上待てない、もう1年も待てないという気持ちは持ってますので、で今回の勝負には負けてほしくないという思いは伝えました。それでは終了します。ありがとうございました。